皆さんこんにちは、しほです。今日は皆様にご報告があります、すごくねワクワクするような内容になっているので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ということで、私ねこういうご報告動画ってあんまり撮ったことないので、タイトルを見て驚かせてしまったかもしれないんですけども、この度私のオリジナルグッズとオンラインイベントを開催することになりました。やったー、やっと皆様に言えるのと、ずっとねこういう交流の場とかを作りたいなと思っていたので開催することになりました。早速ちょっと今回販売させてもらうオリジナルグッズのお話しさせていただきます。じゃーん、こちらです。こちらの3種類のオリジナルミニトートを販売します。でカラーがこちらのナチュラルの2種類とこちらのブラックの1種類、計3種類を販売します。このナチュラルカラーだけじゃなくてブラックも作りたくて3色にしました。ピンクの枠にピンクのハートがついている、少し可愛げのあるようなナチュラルのデザインにしました。そしてもう一個ナチュラルなんですけども、こちらがねモノトーンに結構こだわって作ったものなんですけど、文字が白のくり抜きになっていて、ハートも白で、ほんとねモノトーン好きの方とか、私もこれが一番なんかファッションとかにも合わせやすいかなと思って、こちらのデザインを1つ、そしてブラックまたね雰囲気が変わるんですけども、モノトーンにしたんですが、ワンポイントで1つピンクのハートを入れています。文字なんですけども全て一緒で、スマイルズインバイトジョイで、下にしほチャンネルっていう、私のオリジナルグッズですので、文字を入れさせていただいています。スマイルズインバイトジョイ、笑顔は幸せを運ぶよとか、笑顔でいようよみたいな意味を込めました。私も落ち込んだり悲しくなったりする時もあるんですけど、やっぱ笑顔でいることとか、笑っていればきっと周りも明るくなるし、楽しいこともねいっぱいねこう引き寄せられるんじゃないかなと思って、この言葉を、このバッグに込めさせていただいています。こちらの3種類のバッグなんですが、本日6月25日18時より、ムーにて販売されていて、もうすでに多分動画公開してるの、多分19時を予定しているので、もうすでに販売されています。購入ページは下の概要欄に貼り付けていますので、ぜひそちらから飛んで、購入いただけると嬉しいです。実はねかなり前からこのオリジナルグッズを販売する計画というか、いろいろこうマネージャーさんだったりウームのスタッフさんと、計画していたんですけども、いろいろなちょっと都合によって、この時期になってしまったんですが、今ねやっと皆様に伝えられて嬉しい気持ちと、これからねイベントもワクワクで、もう本当に胸がねいっぱいです。はい、ここからはイベントの話を少しさせていただきます。今回販売させていただくこちらのねオリジナルトートバッグを、本日から7月7日までに購入いただいた方を、7月の12日に行うオンラインイベントにご招待します。今回のこのグッズのこだわりだったりポイントだったり、あとはコーデの紹介とか、購入いただいたね皆さんとねゆっくりいろいろお話できたらいいなと思っています。こうやって皆さんと交流の場を持てるので、ぜひご参加お待ちしております。とってもね楽しみにしています。注文から、皆様の手元に届くのに10日ほどかかるみたいなので、7月ね12日のイベントではぜひね皆さんのお手元にもトートバッグが届いた状態でイベントがねできると嬉しいなと思っているので、ぜひお早めにお買い求めいただけるとすごく嬉しいです。イベントの詳細をもう少し説明しますと、今回オンラインイベントなので、Zoom を使って、開催させていただくことになっています。イベントの日程なんですが、先ほどからちょっと何度かお伝えしていますが、7月12日の日曜日で1部、2部、3部の3部構成を予定しています。人数に合わせて後日メールにてご参加いただく部を案内する予定です。で、購入いただいた皆様の任意で選びいただくことはできないので、そちらはご了承していただけると嬉しいです。で、商品を複数ご購入いただいた方には複数の部に参加いただけます。やっとねこう皆様とこう交流持てる場も作れて、
こんなことやりたいなというのも、今スタッフさんだったりマネージャーさんも含め、計画しているので、ぜひ、ご購入いただけますと嬉しいです。はいやっと皆さんに報告できました。デザインもねすごく悩んだんですけども、私も今こう手元にこのバッグが届いてから何度もね使っていて、このサイズ感って OL さんのお昼ねちょっと行く時のランチバッグにもちょうどいいサイズだし、私は結構スーパー行く時にこれにエコバッグとお財布と鍵を入れてこれをね持って最近スーパーに行ったりしています。まあ、そういう用途でも使っていただけたり、あとデザインも割とこう派手じゃないようにしたのでコーディネートとかに合わせて使っていただけたらすごく嬉しいなと思っています。またちょっとここで話しすぎちゃうとそのイベントの時と被っちゃうところもあると思うのでこれぐらいにしておこうと思うんですけども、ずっとねこう皆様と近い距離で何かお話ししたりできる場を作りたいなと思っていました。たくさんねコメントやメッセージをいただいているんですけども、全てにねちょっとお返事することができていない状態なんですけども、コメント一つ一つ目を通すようにしています。本当にたくさんのコメントいつもありがとうございます。今回オリジナルグッズの販売と、オンラインイベントを開催しますというご報告でした。またこれからもねいろいろこうワクワクするようなご報告ができたり、私のライフイベントに合わせていろんな報告がね今後も皆さんにできたらいいなと思っています。いつも本当に応援していただきありがとうございます。何かねお返しできるように私も一生懸命動画作りしていったり SNS での活動をしていきたいなと思っています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。本当にいつも皆様の応援とコメントで、私は頑張れています。ありがとうございます。皆様に会えるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。